ハニュー・ユズルのアイスストーリー、競技からアートへの転身。フィギュアスケートの世界では、競技者からアーティストへと転身する瞬間があります。それがまさに、ハニュー・ユズルさんの初ツアー公演で見せた姿でした。彼のプロ2年目の舞台は、フィギュアスケートの枠を超え、アートの領域にまで広がっていることを感じさせるものでした。11月4日、埼玉スーパーアリーナで繰り広げられた、そのスペクタクルなパフォーマンスに迫ります。 物語の始まり、イアーラハニーアイスストーリー 2NDRE ブレイツアー。イアーラハニーアイスストーリー 2NDRE ブレイツアーは、羽生ゆずれさんの単独公演第3弾かつ初のツアー公演でした。昨年のプロローグや東京ドームのギフトに続き、このツアーでは新プログラム3曲を含む12の演目が披露されました。舞台装置やプロジェクションマッピングなど、細部までこだわり抜いた演出が、 一人の主役のパフォーマンスを一段と輝かせました。フィギュアで見せるゲームの世界観。羽生結弦さんは、このツアーの演出において、8ビットのゲームの世界観を元にしたと語ります。自分の人生ってなんだろうな、命ってどういうものなのかなといったテーマをゲームや漫画、小説などから受け取り、それをフィギュアスケートの舞台に昇華させました。ゲームの中では命が軽いと感じられ、繰り返し可能なことから、 ハブさんはキャラを通して夢や目標を追い求める人間像を描き出しました。選択肢というものが人生の中にあって、その先に破滅があったとして、すべての障害を乗り越えて夢や目標をつかんだ人は、繰り返されるんだったら、何を選ぶだろうかと観客に問いかけ、物語を通じて考えさせることが今回のテーマであると説明しました。神が勝った、無音の舞。舞台はオープニングから幻想的な雰囲気に包まれました。 白い羽根が舞い降り、白いマント姿のハブさんが翼を広げる中、プロジェクションマッピングで文字が描かれたリンクで滑り始めました。いつか終わる夢の演技では、リンクサイドのカメラに映る等身大のハブさんが会場を圧倒し、観客の歓声が上がりました。特筆すべきは、M.E. ガラベイニーというゲーム、アンダーテールの楽曲を使用した演目でした。音楽も流れず、ナレーションもない、静寂の空間で、 ハブさんは静かに表情で戦い、無音の中で観客を引き込みました。原曲と原作へのリスペクトみたいなものがありますとハブさんはコメントし、無音で一つずつ作り上げていけば、ゲーム内のキャラだったのかなと、だんだんと辻褄が合ってくるのかなと制作の背景を明かしました。競技ではできないコンビネーション。前半の最後に登場した新演目、破滅の使者では、ゲーム。 ファイナルファンタジー9の楽曲が使用されました。通常の競技会では見ることのできないような競技者としての進化が感じられました。演目の中でラスボスとの戦いを描きながらも通常照明ではなくプログラムとの連続性が演出され、観客は物語が進む中で新たな一面を発見しました。6分間練習でも従来の競技者の調整時間とは異なり、試合プログラムに近い構成にするにあたって、 作品の中の一部出会ってほしいっていうのが強くありましたとハブさんは説明しました。最後の生命では5連続ジャンプでクリアーという文字が浮かび上がり競技者時代を彷彿とさせる圧巻の演技が繰り広げられました。喪失したアイスストーリーというジャンル。終演後の囲み取材でハブさんが口にしたアイスストーリーという言葉には大きな意味が込められています。これは一つのプログラムだけではなく 一つの作品の中にいろいろなプログラムがあります。自分が綴って自分が表現したいことを多くの方々を巻き込んで作り上げていくことに怖くなることもありますがアスリートとして限界に挑みながらもいい演技ができるようにまた頑張りたいなという気持ちに改めてなりましたとのコメントは競技からアートへの挑戦の意思を示しています。羽生譲るの新たな舞台芸術への挑戦。 羽生結弦ゆずれさんの初ツアー公演は、競技者からアーティストへの変革を象徴しています。ゲームの世界観を取り入れ、物語を紡ぐ彼のアイスストーリーは、フィギュアスケートを超えた新しいジャンルを作り出しています。観客を引き込む演出、無音の舞、競技ではできないコンビネーションジャンプなど、そのパフォーマンスはまさにアートの域に達しています。羽生結弦ゆずれの新しい舞台芸術は、 フィギュアスケート界に新たなる息吹をもたらしています。